いつも言ってんの、いつも僕が喋るのが得意だから、徳さんの時から、稽古の時ね、もっとこういうふうにやった方がいいよとか言ってんだけど、同じことになっちゃうんですけど、喧嘩の時は、我々やってるのは、自由のためにやって、自由を求めてるとかな、好きにやって、こういうとこ行っちゃうと自分が不自由になっちゃうからね。こういうとこ行っちゃうと相手やってると自分が不自由になる。だからやっつけようとしないから、ほら自分がこういうとこ動くとかそういうことだよね。だから相手のことあんまり気にしてると不自由になっちゃう。だから自分が自由のためにこうほらなんていうの、それが優先なのね。で、あんまやっつけとこうやったら自分を不自由にしちゃうから、自分の自由のためにやってるってことをいつも思ってないと。だから合気道ってなんか結構やってさ、なんかすごい修行みたいだけど、遊びでやってんだからね。我々プロの人は別よ、我々遊びだから、なんていうの、自由を求めてやる、楽しくやってるんだよ、楽しくね。関係ないのか、ということ、そういうこと。それ上と下やってるんですよね、今ね。で、こう不自由にならないように、自分が不自由にならないように、自由なんですよ。自由の場所どうかなって探してるので、だから自分としての方が大事で、相手関係なし、相手のことはもう関係ない。で、嫌だなと思うのはこういう蹴りが来るとかね、殴ってくるとか、そういうのあるから、それを気がついてるんだけど、あんまりこういうとこ囚われて、こういうとことか、こういうとこ囚われてないの。囚われてないで自由にしてる。そしてほら、この手があるから、彼女もやりたければ、これを緩めてこないと。ほら、緩めてくると、終わってくるのね。でも緩めてこないと、こなっちゃってるから、仕方入っちゃってるから。彼女が逆に不自由になってて、僕は自由だからこうできるね、そういう話なんですよね。だからそういうことが分かってないとなかなか楽しく稽古できないから、みんななんか競い合ってなーってなーってやりたいんだけどさ、そのためにやってるわけじゃないからね、遊びのためにやってる。そういう話ね。上と下こうしてしたけど、そう、ほら、食べるわけでした。で、上やると上、こう。で、こう。彼女は関係ないから、自分の自由のためにね。自分の自由のために、こう。本当に下落とすの。こう。で、こう、上だったら、こう。こう。じゃあ少し上と下にしましょう。みんな形気にしてるからね。こう形気にすることによってとらわれちゃうの。こういうとこだから形どうでもいいの。下手なんだから、もともと我々ね、下手なんだ。だから一応正中線だとかからやられないように、この手ね、気がついてる。でやられないように、今まで生まれて20年以上いるんだよね、大体ね。でそうするといろいろ習ってるわけよ。だからこうなんていうのかな、それに基づいてさ、あんまり離れちゃったら、自分の意識の外行っちゃったらやられちゃうんだもんね。だから自分、やばいなと思ったら自分の中に入れとくの。手が来るとか、この手外してボカッと来るとか、それ気がつくじゃない。そしたら自然な反応としてこういうふうにほら、こう出てきたの。そういう話だからね。特殊なことやってるわけじゃないの。だから。今まで生まれてずっと育ってきてさ、いろいろ習ってきたことの応用だから、応用ってかな、それ合気道特殊なことやってるわけじゃないの。だから基本のここにあればやりやすいんだよね。やりやすいからいろいろ動きやすいとか、いろいろこうやってね、こうやって回ってきたとか、やりやすいからやってんの。真ん中で正中線でやりなさいってよく言ってんだよね。正中線でこうやってやりなさいって言ってるんじゃなくて、正中線がやりやすいから、離れちゃったらやりづらいの。やりづらいとかやられちゃうんだから。
だから成長線に持っていきましょうってそういう話、足自由に使いましょうって足こういうふうに自由にねこういうふうに使って歩いてきた。だから言ってることは、ね、日常生活のことを言ってるんだから、あの日常生活とかけ離れたことはここではやってないはずなんですよね、多分ね。他の人は知ら、他の時間知らないけどさ、特殊なことやってるかもしれないけど、僕ね、少なくとも僕の時間は日常生活、みんな日常生活やってんののエッセンスとしてやってる。ここにあるから、ほらここにあるから、だから5分待ちした、こう待ちて、ほらこっち行ったら、ここね、2人入っちゃうんだから、だからまずこう回って、ちゃんと回って正中線に相手の近くね、相手の近くが正中線にあるように、それで上から下に落とした。でやっつけてやろうと思うと、こうやってこうやってこういうところを壊しに行っちゃうから、じゃなくてね、たまにたまたまこういうふうにこういう円でね、こういうふうにしてで落としてきたっていう、そういう形を、足が自由だからこう落ち出てきてね、こういうふうに回ってきた。でほら この手ね、来ないのね、これ いてててになってっから、これこうやって来たら来るのかな、これこでもこれいてててだから来ないの、これこれこれで僕は死角に入っちゃってるから、彼女はこうなっちゃって出てって倒れちゃった。でそういうことやってるわけで、だから その辺分かってほしいのね。特殊なことやってるわけじゃないから、いつも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 こう、ほらいつもいるの、こうやったら背中見せたらやられちゃうんだから、だからやられないようにしてるだけ。この線、この線があるから彼女は腰回してこれないのね。回してくるためにはこれ抜いてくると、力抜いて来ないと来れないから、力入ってるなっていうの分かってるからこういうふうにやってる、そういう話だからね。だから彼女を伸ばされちゃったらこれ防御反応で自然的にこう曲がってくるのかって、それでこの手でパッとやろうとするの、こうやって伸ばされちゃってこうやって来るよね、でこう来たのこうやって落としたの、だからそれだけの話なの。だから日常生活と同じことやってるから、特殊なことじゃないの。これね、こうやってボンってもらって、でこう入ってきてっていう話。日常生活と同じこと、まあ、延長ですから。つなげたところで動くんだけど、優先順位はこういうところでこう外れちゃったら、これに気づくのが練習なの。これ外れちゃってこのままやり続けたらこういうふうに崩れちゃうんだから。だから こうなっちゃったらね、こう外れちゃって正中線ここにあるの、僕の正中線って。だから正中線もうちょっとこっちこうなってこう回っていく前にちょっとこうやってちゃんと確かめてから正中線あるね、正中線に上げてきたの、バンザイ。そういう形してほしいのね。で気づかないでやってるのは文句言えないの、しょうがないんだから。その人の能力でガーガーガーって開いちゃってたんじゃあさ、文句言えないんだけど、気づくのが練習だからみんなね、自分の曲がってるのに気づくのが練習。僕も曲がっちゃってやったことはあるわけ。やっつけに行ったら曲がっちゃうんだから必ず。だからやっつけに行かないで自分が自由だったら曲がらないの。だからそこのところが大事なの。だからやっつけに行っちゃうとどうして曲がっちゃうの。あの不自由になっちゃうの、自分がね。で自分が自由だってことを思い出して、ああこれは不自由だなと思ったら。自由な形、それで回ったの。それが優先順位だからね、再三言ってますけど、あのみんなそういうところあるわけ。上手くなったら人も、あの初心者もさ、みんな合気道にかかわらずみんなそうじゃない。これ待って稽古だから待っててくれるから、彼女やつ普通だったらこうやられたらこうやってこうやろう、乗ってかれてやられて終わりなのね。でも稽古だから、合気道の稽古だから、こうやって多少ずれても彼女待ってくれるの、こうやって。だから待っててくれたら修正できるの、こういうふうにね、それからやるってこと。実際にはできないよ、実際には曲がっちゃったらやられちゃうんだから、もう死んじゃったら終わり。それであの武道の稽古だからね。だからいつも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 彼女のこういういつもいつも自由、いつもいつもっていうことをずっと鳥の人っていうかやる立場の人はね、ずっとやりつなんていうのか、正解をやり続けなきゃいけないの。それ稽古だから、
一回でも失敗したらやられちゃって終わり、死んじゃって終わりっていうふうに思ってね、それで少しずつこう自由に動けるようにこういつでもいつでもできるようにしたいんですよね。で今つなげましたけど、つなげてやりましたけど、これ切っても同じ、切るといろんなことができるの、さよならもできるし、これこうやって切ってさよならってね、あのできるでしょ、こうやってさよならさよならね、こうやって持って彼女はここ持ちたいのね、持ってきたんだけど切ってさよならってできるので、さよならできないと人生もそうだけど、さよならできなかったらずっとそれ付き合っていかなきゃいけないので、さよならできたら人生付き合わないといいから楽だよね。でそれ切る練習 , 笑ってしてるけど、あのね、そういう話切るんですね、これ練習で切るの練習で切るの練習で、これ片手持ちとか両手持ちとか正面打ち切れないと何やってもこういうとこ持たれてる、でこっち来いよって言われちゃって、こうやって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 こうやって切れないとずっとガーンって向かって殴られて終わっちゃうとか、切りたいわけこれね、いつでも切れる、まあ一番簡単なのはこういう片手とか両手でこうやって持ってる、これがあっちに持って2対1でカチャ、これ切りたくたって切れないんだよね普通は。でもこれ切らなきゃいけないの、これどうやって切りますかって話なので、切るときにこっち回ってくれ、切れるのね、こうやって切れるよね、こうやって発射だなって、こうやって切れるね、で切る練習をしたいと思う、こう触ってなければこうやって切れる、がっちり持たれちゃったらこれ切れない、ほらだからしょうがないから、こっちだと入れないから、この肘があるからね、手があるから、だからこっち入る、そうすると切れるよね、こうやってそういう風にやりたいのね。で切る練習しましょう、両手でこうやって持って、両手でこうやって持って、そしたらやって、あーそうそうそう、うわーってそうやられちゃうね、そういう切る練習で、切って自由になる練習、切って自分は自由になる、この手のガチって相手が持ってきたそれを切って切って切ってって、そう繋がってるよ、繋がってる、これはね、相手の中に入っちゃうとね切れないの、これ相手の中に入っちゃったから、これ出すって向こうへ出すの、さっき転換でさよならって向こうへさよならってやったのと同じね、こうやって向こうにってさよならって、ほら切れてね、さよならってこっちに、ほらさよならって、さよなら伸ばしてる相手、伸ばすと切れる、こうほらそういう練習、これ中に入っちゃうと切れないよ、ほら彼女の支えになっちゃうからね、ここはこう来てで、こっちへ出してる、そうすると切れる、片手も同じ、片手もこっちは切れないけど、こっちは切れないけど出すの、出すと切れるの、出すの、ほら切れた、出すと切れる、そういう風にね、だから両手だったら主にこっちから、そして詰めていかないで出すで切る、こっちも片手だったらこうやってやって出す、出して切る、出して切るね、これ詰めたら切るだよ、だから出して切る、こうね、そういう練習ね、そうすると自由になれる、さよならさよならするのは自由、さよならしなくてもいいんだけどさ、まあさよならした方が自由になれるよね、関係ないから、関係ねえから、そういう話、じゃあちょっと切る練習やりましょう、どうぞ、あのねこういうこう持たれるでしょ、これコツね、コツ、これ両手でこうやってグッて持ってるとね、彼の手は僕の重心を支えてんの、僕の重心に来てんの、だから重心のここにいてギュッてやったんじゃできないの、だからまず先にやんなきゃいけないのは彼女が、あ彼女じゃない、彼がね彼女がね、あ彼が来てるこの自分の重心、ほら来たね、ここをどかなきゃダメな、まずどくの、どいたら
どういったと同時にこれ出すの、こういう風に向こう行ってってどかないと話にならないの、なっちゃうんだから。彼は一生懸命こっち押してんだから、押してってからここ狙ってんだから、だから狙いを外さなきゃいけないのってことは、転換と同じで自分が転換したので線外したの、ほらここからこっちへ転換、それからこれ出したの、これこの手ね、この手向こうへと切れたで、さよならと、そういうふうにやってほしいわけ。そこにだこういうとこが自由なんだから、足とかそういう話だから、いなくなるっていうね、いなくなる、相手の前からいなくなる、相手の前にいたんじゃいねえんだから、いや相手の前からずれんのよ、そしたらこうやって出すの、そうそう切れちゃう、そういう話だからね。じゃあ少しやりましょう、どうぞ。彼はここを狙ってきてんだから、彼の一番向こうね、あっちでもないしこっちでもないの、できたらいなくなって、いなくなって向こうへさよならって、向こうあっち行ってくださいって感じね。で行ってください言わないとなかなか行ってくれない人もいるんだけどさ、まあ、自分がこうってこうしてほらあっちあっちあっちなの、もともといたのこっちね、そういう話で、こう変わるとさ、いろんなことできるの、こうほらこう上げてくればこう、さっき塩投げでこうね来てんだよね、ここにこういなくなって、こういなくなって、でこうやって取ってくれば塩投げ、こういう塩投げできる、こういう塩投げどうしようかな、塩投げやるかね、あのいなくなる練習だから、いなくなる練習、ここ切る練習、切れないのね、普通はね、だからいなくなってあっちがどうする、そしたらこの手があるから、ここにここにほら2つ上からこう持ってくるのと、こうなっちゃったの、でもボカッてやってもいいんだけど、あんまりかっこよくないから、この手をまっすぐこうに上げて、とこうになってこう、こう絡ん、手が絡んじゃってでなっちゃうね。これ塩投げ、さっきの塩投げと同じ、さっきはこう、さっきは立たせてやったで、ね、でこう繋がったのがやったので、今度はこう持って、そうこうに入ってきた、でこう入ってきたと、こうなってボカッとこうねできるよね。そしたらこの手は上、この手はもう上だな、こう抜けたの、それでこうボカッて、でこれ手絡んでるから何もやられない、いい調子ね、ああいいやって感じね。じゃあちょっとこれちょっと難しいけど、こうやってこうやってこうやってくんの、そうこうなっちゃったの、これこうやってで、ね、こうこうなんやね、こうやって回ったの、こうやってこうやって手絡んじゃったの、そういう、じゃあちょっとそれやってみようかね、じゃあそれやりましょう、どうぞ。地に企画してピンクしてるだけだからね、これもう本当はもろ手でこうやってさよならってこうしたいの、でもこう手があるからこうやって持ってきたのね、こうそれだけの違いだからね、あの切る練習で基本的なのは切る練習でね、こうやって切ったらこう落としてくればこう普通の技ね、いろんな技ができるので、たまたま塩投げさっきやったからね、こうやってでこう彼女こうあっち行ってちょうだい、あっちどうぞって、あっち空いてますよみたいな、そういう感じでやってほしいんですよね。こう投げちゃってこいつやっつかたやろってやってやるんじゃなくて、こう空いてるからこうやっていくらでもほら空いてるからどうぞあっち行ってください、行って行ってって、そういう感じでやるとスムーズにいくのね。投げてやろうと思うと防御反応って出てくるからスムーズじゃないの、だからこうやってやって、こうねこうこう、さあ全然何もしてないね、何もこうこっちに行きたいんですか、どうぞ行ってください、そういうつもりでやんないとダメなのね、こうこれやっつけたらそうこうなっちゃうから、で蹴りきちゃったりなんかして、でいなくなるっていうのは問題だから、ここからいなくなる、そして下に落とした。で、空いてるから、そこ隙間見つけて、どうぞ、あっち行ってください。彼女が主体なのね。自分が主体でなんかやるんじゃなくてさ、そういう話。で、今度こう持って、この間ハンドルのことを思い出したんですよ。片っ
歩上げると片っぽ下がる、こういう話で、ね、ハンドルコントロールで、で片手じゃできない、片手じゃ片手運転だから良くないんだけどね、あの上げた時は下げる、下げた時は上げる、上げる時は下げるとか、そういう話なんだけど、こういう動き、こうやってやって、こっちは下げる、こっちは上げるってやると、こういう風な形になるよね。自分がまっすぐで、こう来て、こっちは下げる、こっちは上げる、とこういう風にほら、なるよね。で、これだと何でもできるの、こっち入ってきて、こう下げながら、これを上げてくる。上げ下げ、上げ下げって、そういう感じね。で、こうやって、これ上げて、これを下げる。そういう稽古をちょっと やろうかな。じゃあこれね、みんなそうなの、こうやって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 上げて、これ下げてる、上げて下げてる、さっきのやつね、さっきのやつもこうやって上げてるでしょ、この手、この手は下げてるの、こうやって下げてる、そういうふうにこういうのを使ってるから、こういう球をコロコロなでてるみたいなんかね、ハンドルこうやってねじってる、ハンドル全部共通してるから、あのしてるから、片手でこういうのないの、傾いちゃってすごく良くないの、必ずこの手も使ってるの、こういうこうこうで、こういうふうにこういうふうにね、そうすると自分が安定してる。あの前言われたんだけどね、あの下げたいんだったら上げろよって、上げたいんだったら下げろよって、あ、反対の手ね、そういう話、そういう話なんです。だからこういう使い方、ちょっと練習しましょう。あの、じゃあちょっとやっていきましょう。どうですか。ここから壊して。均等、この手均等ね、両手とも均等。均等でこういうふうに、これ下げながら上げた。そういう話。こう、2つやったのね。こういう手。今度このままこういう手。さっきはこういう手で、さよならって向こう、今度はこういう手と、こう来てつながってくればこうなっちゃう、ねまあいいや、こう来てこのままこう均等、これ下げて上げてくればこうなるね。さっきはこう来てからこうにやったの、今度はこのままこう来たの、同じでしょ、同じね、やってることは同じなんだけど、意識も同じ。たまたま手がこう上から来たか、下から入ってきたかの違いで、下から入るとこう同じことできるの、これ入り身投げみたいな形ね。でこれこのまま落とさないで、こういったあーってさよならってこういきたいんだけど、さよならの途中に手があるとこういう手返しになっちゃう。これでも同じ、これでもさよならしてもいいの、こうやってさよならって、で手があるよね、こう手があるから、これあー手あー来た、さよならする時に落とした、そうそう、こうね、このまま行ってもいい、このままこう入ってもいい、このままこうに入ってもいい、で手があるから、ここにね、見えるよね、ここに手があるよね、手をこうやって持つ、普通にこうなった、こういうふうに、それこっちやったら持てないの、パッてやったら切れないの、でも切るには外出すんだから、向こうは出さなきゃいけない、でこういうふうに切ってんの、そうするとこうなって、本当はさよならするんだけど、つながっちゃったから、こうつながってるから上から下を、そうすると小手返しの形になるのね。でこれ2つ、こっちでもいい、こうやってきてこういうふうに、このままでもいい、こうあるからってこう出して、これでもいい、そういう話、わかる、わかったよね。じゃあちょっとお手返しもやってみようか、どうぞやってください。もろ手取りは2つ手あるじゃない、これこうやって、こうやってで、こっちの手取ってくると、みんなこういう手なの、こういう曲がった手、こういうね、こういう手で、こっちの手フォーカスすると、これこういう手なの、こういう手っていうのはこう一挙、こういう手、こうじゃないよね、こっちの手はこうだよね、こっちの手はこういう手、一挙と、こういう手とこういう手、違い、分かる、分かってるよね。
こういう点で、ね、そういう話だから、もろ手取りの時にこっちこうに来れば一挙になるの、この手取ってくれば四方投げになるの。だから四方投げ系と一挙系、もろ手だと分かりやすいから、両方手があるから、両方手がこう、普通はこういうのないのね。普通はこうこうやってこうやって、ああガチンなんて掴みに行かないんだ。普通はこうやってやって、ああこの手やだな、なんか来たやだな、だからもろ手取るってこういう形ね。普通はこの手空いてればボカってやるの、普通は。でも稽古だから、一応もろ手の稽古っていうのは、手出された手に対してもろ手で掴むっていうのは、こういう稽古方法で、こういうふうに掴むとこういう形とね、こう一挙の形、これここからこういう小投げの形、小手返しとかそういう両方できるから、すごくいいわけ。両方やりたいようにできる、両方あるからね。ですごく稽古方法としてはすごくいい。こっち来るかこっち来るか分かんないけど、両方できるの。だからこっち来るなと思ってこんな持ってくしても、こっちやられちゃうかもしれない。でそういう話だから、でいろいろやりましょうね。こう来てまっすぐ、はい、これね、一挙の形で、こ最初はこう持たれたら来たいで、彼女はここに来るんだから、この線を外して来たい、そして回ってくるとこういう形、そしてこう、これ一番分かりやすいから、もろ手で取られたのをこういうふうに、もろ手で取られたのをこういうふうに、あのなんていうのかな、やってほしくないのは、もろ手で取られたのをこういうふうにやっつけに行くのはやめてほしいのね。でこうやってやって、自分がこういうふうに彼女の中に入ってきたの、彼女が崩れちゃってこうなっちゃったの、でここは何もしてない、そういう風にやってほしいの。それから方向だけど、方向は下に落としたいの、こう来たらここに落としたいの、向こうにこうやってこうやってやってる人が多いんだけど、押し倒したいから、押し倒すんじゃないんだから、ここにこういう風にほら重心入って、こうね、方向はこっちなの、いつも下、向こうにやると逃げられちゃうの、足緩めてほら逃げちゃうね、と自分が傾いちゃう。だから逃がさないよっていう、俺は逃がさねえんだよって、私は逃がさねえんだよって、こうやって入ってからダメなの、彼女逃げないようにね。でずっとこうやってやる、そういう話。じゃあこれこっちの手で、こっちの手こうやって線外してね、こう来たんだけど、この線外して、でこうでこうで入ってくる、そして下ね、下。じゃあこれ一挙、じゃあちょっとやってみましょう、どうぞ。最近ね、ちょっと見てね、彼と僕が他人だと、他人なのね、他人だから向こう行ってよってパッと押してると、これ弾いてることになる。じゃなくて、合気道だから自分の中に彼を入れてくるってよ、ほら、そういう形。そうすると彼はほら入ってきちゃったのね、自分の中に。それ逆やった方がいいっていうことに気がついたってから、そういうことをアドバイスした方がいいってことに気がついたので、みんなやってるのは大体外にこう出す、弾くって形やってる。でこれに負けて彼が倒れてる、じゃなくて自分の中に彼を持ってくるっていう、そういう、ほら、とこう、ほら、僕は何もしないんだけど、彼は僕の中に入っちゃったから、僕は自分の体を動かすのと同じ、自分の体を動かすと彼が崩れちゃったって、そういうふうに自分を動かしてると、で彼を動かそうと思ってると別物になっちゃうの、こうって。だから自分の中に入れて自分が動く、自分がこういうふうに、そういうふうにやった方がいいような気がしますよ。あのいろいろ研究、これねすごく難しい稽古だから、あのいろんな研究材料あると思うんだけど、そういうふうに最近やってるんですね。じゃあ終わりましょう。はい、ありがとうございました。